ってる。今から僕が宇佐美さんの家まで持っていきますよ。え、今から？はい、今から。そんな急に言われても準備が。準備？プリント渡すだけですよ。それはそうなんだけど。では後ほど。うん、後ほど。変？いや、変っていうか、あ、内脇くんか。いや、なんていうか、これは別によく見られようとかじゃなくて、私の威厳を保つためというか。どうも、こんばんは。何よそんなに改まって、いつも通りでいいのに。だって。ん？じー、お構いなく。構うわ。眠そうだね、内巻くん。はい、ちょっと仮眠したら。あ、そうします。じゃあそこのソファー、うわ、部長が寝てるのか。じゃあ宇佐美さんのベッド借りてもいいですか？できたよ。さっさと食べに来なさい。いちかさん。あ、ラン、久しぶり。邪魔してる。いや、来てたんですか。ラン、お前な、ノックくらいしろよ。恥知らずな女だと思われる。いちかさん、ゆっくりしていってくださいね。着替えたんだな。どっか出かける予定？いえ、これはそのですね。あ、デート？違います。え、お前って学校でもその調子なんだろうな。あ、何のことだよ。なんでもねえよ、リンも気の毒に。小手川。お兄さんが通してくれて。それにしたって女の子の部屋にノックもしないで入るなんて非常識だわ。ごめん。ゆきくんが私の家に来るなんて。女の子と部屋で二人きりって妙に緊張するぜ。何か話さねえと。私の部屋を見てる？いやだ、なんだか恥ずかしい。何も変なもの置いてないわよね。もしかして猫好き？そうよ、悪い！っていうか、帰国しないでこっちにいてやってるんだから。一回くらいあいつが誘ってくれても。おーい、リン。いちか？入るぞ。ちょっと待って！ボス。お、変わった服装だな。黒猫と白猫だ。なんか二人揃って面白いっていうか、かわいいな。かわいい。そっか。かわいいか。お前がそう言うなら悪くはないな。時々は着ることにしよう。何行くと教えてください、セイラさんのこと。え？よす、入って。おおおおお
スリッパ履く？あ、ご想像にお任せします。は？室内でヒール？あの、ちゆきさん。ん？何？その…おいしょ。ほっ。集中できないんですけど。それ、やめられませんか？やだよ、トレーニングは日課だし。その、目のやり場が…はぁ？テレビだけ見てろよ。確かに。そうやってぼーっと見てるだけだから集中できないんだよ。小手川…もし…もし…今後他の女の子に一切アレンジなことしないって約束するなら…私なら…待てよ小手川、誤解してるって。俺は別に望んでハレンチなことをしてたわけじゃないし、あ、いや確かに興味はあるけど、今だって押し倒したのは不可抗力で、その…冗談に決まってるでしょ。冗談、あなたを試したかっただけよ。え、そうなの？当たり前でしょ、まったくハレンチなんだから。ペルシア。ああ、プルプルの小さくて柔らかい手が俺のほっぺを触って…触ってる？夢じゃないの？夢じゃないわよバカ、こっそり忍び込んできたのよ。何しに来たんだバカ野郎、帰れ。今さらカッコつけられてもね。どうし…何あの本、あんなのあったっけ？ふーん…何その表情、ロミオわかんない。違う、勘違いだ、胸とか興味ねえし。別に年頃なんだし普通なんじゃないの？あの、ごめんなさい、とっさのことで鍵閉めたの忘れてて。その、あ、はしたない女だと思わないでね。お見舞いに来てくれてありがとうね、バレーボール部の方。はい、先輩に部を代表してとお願いされまして。そういうことにしといてあげる。え、葵の部屋はこっちよ。ちょっと今の葵、お見舞いだって。ちょっと待って、開けるわよ。広島、何しに来た？だからお見舞いだって。ちょっと心配になってさ。風邪ひいただけ、大したことないわ。まあ部を代表してってのもあるんだけどさ。お、何かしら。月島くん、ごゆっくり。誰かお見舞いに来たんじゃ。あんたが代表で来てるんでしょ。いや、ん、やべ、悪い。何してんのよ。またお見舞いの方よ。どうぞ。お邪魔するよ。思ったより元気そうだ。ありがとうございます。でも先輩どうして？偶然近くにいてな。それにゆずきは特別だからな。特別って私がですか？あまり俺を心配させるなよ。顔も見れたし今日はもう帰るよ。ありがとうございます。また学校で。ゆずき、高杉先輩のことは？あら、もうお帰りですか？お茶をご用意したのでいかがですか？ありがたくいただきます。もう見つかったらどうするつもりなのよ。冷や汗かいちゃった。月島？どうしたの？汗かいてるんだろ、俺が拭いてやるよ。葵、高杉さん帰られたわよ。またノックもしないで。元気になってみたいね。ちゃんと治すのよ。じゃ、俺もそろそろ。今日はありがとね。明日からはちゃんと学校行くから。おお。